どうもこんにちは、まみよしです。ついに始まりました、Amazon ブラックフライデー。こちらのブラックフライデーに関しては、1位、2位を争うぐらい安くなるセールなので、今回もね、毎日配信やって、おすすめ商品の動画、毎日上げていくんですけれども、まず今日の第1弾の動画としては、お得な買い方の紹介、そして、ちょっとお金を出すだけで生活がめちゃめちゃ豊かになるっていう、そういう便利グッズをね、メインに紹介していきたいと思います。まあ最後の方にはね、おすすめの Apple 製品とか、その辺も紹介していくので、ぜひ最後まで見てみてください。はい、ということでやっていきましょう。まずお得に購入する方法なんですけども、1本動画作ってます。これ概要欄に載せておきます。なのでこの動画では、まあ、軽く解説していきます。まずはね、 Amazon プライム会員になりましょう。プライム会員ね、もうなってない人っていうのはあまりいないとは思うんですけども、 Amazon プライム会員30日無料で試せます。何ができるかというと、まずお急ぎ便っていうのが無料になります。そして送料も無料になります。ここだけで月500円っていうのはでかい。で、そしてプライムビデオでドラマだったりアニメだったり映画だったりっていうのが無料で見れます。映画とかもね、めちゃめちゃ種類があったりするので、500円でこれでいいんかっていうレベルでアマプラはおすすめで、まだまだあります。 Amazon リーディングって言って、ちょっとした本を読めたり、まあこれはあんまり種類ないかな。で、あとは音楽、 Amazon ミュージックに関してもあんまり量ない。この辺はまあおまけ程度かな。で、そしてね、 Amazon プライム会員だと Amazon フォトっていうサービスが使えるんですけども、その Amazon フォト、なんと写真を無制限でアップロードすることができます。なので iPhone の容量が少ないとか、そういった方もね、こういった Amazon プライム入ってみるといいと思います。ちなみに学生だとなんと月額250円で使うことができます。なのでね、ぜひ Amazon プライム会員になってみてください。ちなみにこのリンクから行って登録して2000円買い物すると1000円ポイントもらえるっていうキャンペーンやってます。続いて Amazon マスターカード入会ですね。これもね、結構持ってる人多いと思うんですけども、この Amazon マスターカードで買い物することによって、期間限定でね、 Amazon ポイント10倍になったり、あとは普段のね、 Amazon の買い物も 2% ポイントつくので、かなりお得に購入することができます。で、こちらに関しても審査通ったら Amazon のね、アカウントと紐付けされますので、まあ今作ってこのブラックフライデーでね、 Amazon カードを使うなんていう使い方もすぐにできます。これもおすすめで、あとはポイントアップキャンペーンね、ここにエントリーするボタンがあるので、エントリーするを押しましょう。で、スタンプラリーもね、エントリーボタンあります。で、あと Amazon チャージね。Amazon チャージに関しては、クレジットカードでチャージすると 0.5% ポイントのクーポンコードっていうのがあります。これもね、概要欄に貼ってるので、ここコピーして4番。まあ今回ね、僕は対象外だったんですけども、こちらのね、Amazon チャージ、ブラックフライデーのギフトカードチャージで 0.5% ポイント還元。これにエントリーすることによって、さっきのね、クレジットカード 0.5% とギフトカードチャージ 0.5% で合計 1% ポイント還元っていうのが受けられます。なんでこれね、2つともやるようにしましょう。それでギフトカードチャージするのおすすめ。で、あとは JCB カードで8000円支払うことによって Amazon ポイント1000円ポイントプレゼントっていうキャンペーンもやってます。これもね、エントリーボタンが必要なのでエントリーしてください。まあそんな感じですね。詳細はね、この必見 Amazon ブラックフライデーの超お得な買い方っていう動画でチェックしてみてください。今回の動画にもこのリンク貼っておきますので、そこから順にやってみても OK です。ということで、お待たせしました。めちゃめちゃおすすめな商品紹介していきます。今回紹介するおすすめ製品に関しては、概要欄の一番上のリンクから飛ぶことによって、こんな感じで全部リスト化してますので、ここからチェックしてみてください。まず一つ目はこちら。これも今回のセールの目玉になってます。エコーショー5第2世代。こちらなんとですね、定価8980円がタイムセールで2980円になってます。しかもなんと、エコーデバイスを初めて購入する方に関しては、エコーショー5がさらに1000円オフで買うことができます。なので、なんと1980円でエコーショー5が買える。めちゃめちゃ安いよ、これ本当に。で、エコーショー5に関してはスイッチボットと組み合わせたりすることによってめちゃめちゃ便利に使えるので、まあ、これもね、後々紹介していきます。で、これエコーショー5とスイッチボットのセットでもなんかこの1000円割引が適用されるみたいという感じで、まずはエコーショー5です。まあ、Spotify の音楽を聴いたり、天気予報を聴いたり、そういった使い方ができますね。プライムビデオとかも見れるっちゃ見れるらしいんですけども、あんまり使う機会はないかなって感じですね。続いてはこちら、エコーショー5とスイッチボットハブミニのセットが5480円と。こちらで購入することによって、エコーショー5は2522円、スイッチボットハブミニは2958円で購入できるので、かなりお得に購入することができます。両方とも欲しい方はね、ぜひこちらのセットで購入してみてください。で、このハブミニに関しては何ができるようになるかというと、これ自体を家の Wi-Fi とつなぎます。で、これ赤外線リモコン機能が内蔵されてまして、ここに例えばテレビのリモコンを記録させます。赤外線をそうすることによって、この Alexa を使って
テレビを操作したり、エアコンを操作したり、家の家電っていうのをね、操作することができます。しかも、これ家の Wi-Fi とつながってるので、外でね、スマホから家のエアコンをつけておくとか、そういった使い方もできます。なので、今の季節寒いので、家着くね、10分前ぐらいにスイッチボット経由でエアコンをつけておくとか、そういったことができますね。このチャンネルではね、このスイッチボットをご利用ししてるんですけども、本当にね、みんな買ってめちゃめちゃ良かったって言ってるので、ぜひ騙されたと思って購入してみてください。設定方法とかもね、概要欄で詳しく解説してます。続いてはこちら、スイッチボットのシーリングライトプロですね。こちら最近発売されたんですけども、これもめちゃめちゃ推してますね。これ何かというと、シーリングライトの中にスイッチボットハブミニが内蔵されたモデルになります。それだけじゃなくて、スイッチボットハブミニっていうのはコンセントからね、電源が必要だったんですけども、こちらはね、天井の照明の電源を使うことによってケーブルっていうのがね、ゼロになります。なので部屋がごちゃごちゃしないっていうメリットがあります。で、そしてね、そのハブミニが入ってるシーリングライトっていうのが天井につくので、床近くに置いてるやつよりも電波の届きっていうのが良くなります。なのでこのね、 LED シーリングライトプロもおすすめですね。僕はね、こちらの LED シーリングライトプロに移行したので、今ハブミニは使ってません。めちゃめちゃおすすめです。ちなみにシーリングライトの性能に関してもめちゃめちゃ良くて、調光機能もあるし、フリッカーも出ないし、色温度も自由に変更できるし、めちゃめちゃおすすめです。続いて今回ね、 Amazon デバイスっていうのがポイントアップキャンペーンプラス 5% 対象なんですけども、なんかね、あんまりいいのなくて、タブレットというとこの Fire HD 8しかありませんでした。まあ、エコーショー5の代わりにね、これを買ってもいいと思います。で、2020年モデルなんですけども、最近のね、2022年モデルとかに関しては Google Play が裏技で入れられなかったりするので、まあ、このね、古いやつを買ってみるっていうのも全然ありだと思います。5480円でめちゃめちゃ安いし、今回目玉としてはこの HD8 で、カラーはもうブラックしかなくなっちゃってますね。結構売り切れも早いので、ぜひ早めに購入してみてください。続いてがこちらですね。もうこれもね、明日ら辺にレビュー動画出すんですけども、とにかく便利なんだよね。このスマートロックは家の鍵の内側のところに設置します。で、こっちのキーパッドっていうのは外側に設置するんですけども、もうここにカードをかざしたり、あとはパスコードを打ったり、で、あとここ指紋認証することによって家のドアをすぐに開けることができます。もう鍵もいらないので、めちゃめちゃスマートだし、で、あとこちらのね、スマートロックに関しては、自分が出かけてドアを閉めたら自動でね、試乗してくれるので、ドアの方に振り返っていちいち鍵を入れて鍵を閉めるっていう動作が必要なくなります。もうこれがね、本当にね、生活変わる。あ、この鍵閉める動作ってめっちゃ無駄だったんだなとか、開ける動作めっちゃ無駄だったんだなって思うので、ぜひ、こちらもね、ハブミニとセットで使ってみるといいと思います。こちらはタイムセールで11,980円、まあ、ちょっとね、高いって思うかもしれないんですけども、本当にね、これ以上の生活向上の価値があるので、ぜひ試してみてください。ちなみにキーパッドはいらないよっていう方の場合は、このロックだけでも売ってるので、それで購入してみてもいいと思います。続いてはスイッチボットのスイッチになります。こちらは物理ボタン、赤外線に対応してないやつを押すためのものですね。これもハブミニと連携させることによって声とかで操作することができます。僕もね、これ家に3つあって、キッチン、玄関、廊下にこちら設定してね、電気を消したりつけたりできるようにしてます。まあ、これはね、1個3400円と結構高いので、本当にピンポイントでここだけは必要っていうところにつけるぐらいでいいと思います。全部の電気とかにつけてたらね、めちゃめちゃお金かかっちゃうんで。ちなみに最近黒も出ました。値段は一緒。続いてこれ、スイッチボットのリモートボタンになります。このリモートボタンに関しては、最近新機能に対応したらしくて、例えばね、家の電気をつける、エアコンをつける、掃除機をつけるとか、そういったやつを一気に新規登録しておくことによって、もうここのボタン1個押したらそれが全部一気に起動するとか、そういった使い方もできるらしいです。なので今回ね、こちらは買い増ししようかなと思ってます。で、なんかレビュー見た感じね、このスイッチボットを玄関に貼り付けて、このボタンで家のロックを解除することによって、家の中から鍵を自分で開けなくても勝手に開けてくれるっていうのができるらしくて、ちょっとそれやりたいなと思ってます。まあ、なんかいろんな使い方できますね、本当に。で、続いてこちらはスイッチボットのプラグミニになります。声とかで操作できるコンセントって感じ。コンセントにね、つなげたらオン、抜いたらオフっていうのはあると思うんですけども、そういうやつにね、ぴったりなやつになってます。こちらが2,050円と、2個セットもありますね。まあ、これもね、ちょっと1個買おうかなと思います。ただこれの欠点としては、結構横幅が広いので、タコ足とかだと横のところも潰しちゃうっていうのが難点かな。続いては歯ブラシになります。フィリップスのソニックケアイージークリーン。こちらがタイムセールで3,980円になってますね。
もう普通の歯ブラシ使ってる人は今すぐ変えてほしい。これやるだけで歯がねツルツルになるし、ゴシゴシするのも必要なくなる。もうただ歯に当てるだけなので歯磨きがめっちゃ楽になります。歯磨き嫌いな人にもおすすめですね。でこれが4000円なんですけども、新しいタイプもあります。これが2022年モデル、これ6290円ですね。何が違うのかというと、充電端子っていうのが USB 端子になってます。なのでこっちの方が充電とかやりやすいかなっていう感じですね。ブラシの先っぽも若干違いますね。まあただ先っぽに関しては替えのブラシいっぱい売ってるので、そんなに気にしなくてもいいかなっていう感じですね。まあ入門用だったらこっちの安いやつで、長く使っていきたいなっていう場合はこっちのね2022年モデル USB 端子のやつを選んでみるといいかなと思います。まあ、電動歯ブラシもね生活結構変わります。続いては iPhone 使ってる人、何で充電してますか？ iPhone 12、13、14使ってる人で、まさかねライトニングケーブルつないで充電してる方いないと思います。ライトニングケーブル使って充電してる人は今すぐマグセーフ試してみてください。もうマグセーフ使うことによってパッドに iPhone をポンって置くだけ、それで充電できます。しかももう充電のワット数に関しても 15W とめちゃめちゃ早いので、最強の充電はマグセーフです。でこちらに関しては AirPods とかワイヤレスイヤホン充電する場所もあるし、 Apple Watch も充電することができます。でこちらはね、パッドタイプになってるのでベッドサイドとかにおすすめですね。僕はベッドサイドに置いて使ってます。これがねタイムセールで結構安くなってるように見えるんですけども、いつも 16,700 円ぐらいなので、まあだいたい1000円ぐらい安くなってる感じですね。まあこれもね、めちゃめちゃ便利なので僕は愛用してます。でデスクに置くんだったらこっちですね、ベルキン3 in 1のスタンドタイプ、こっちもまあ充電とかに関しては一緒です。でこれ Apple Watch 高速充電対応のやつと対応じゃないやつあるんですけども、今回安くなってるのは高速充電対応のモデルですね。なので Apple Watch シリーズ7以降使ってる方はこの高速充電対応の 3-in-1 スタンドおすすめです。今見てる中でね Apple Watch は使ってないよっていう方にとってはこちらがおすすめです。ベルキンの 2-in-1、 これ Apple Watch 抜いたモデルですね。ただこちらねそんな安くなってないんですけども、ワイヤレスイヤホンと iPhone をマグセーフで高速充電することができます。もうこれもねめちゃめちゃ便利で、特にねこのスタンドタイプに関してはデスクに置いておくことによって通知とかにね、気づきやすい角度になるのでめちゃめちゃいいです。あとはスタンドにもなるので動画流し見として置いておくのもいいと思います。充電もされるしスタンドにもなるしおすすめです。でそしてこちらがベルキンのマグセーフ対応のモバイルバッテリー。モバイルバッテリーもねもう今はワイヤレスの時代です。普段の価格が5400円とかなのでめちゃめちゃ安くなってると。でこちらに関してはマグセーフでついてスタンド機能っていうのもついてます。あとはパスする充電にも対応してるし、 USB-C 端子搭載してるのでここからね別の端末を有線で接続して2台同時に充電することもできますね。であとはこちらのベルキンに関しては放熱板を使うことによって充電池の温度上昇っていうのを防いでくれるらしいです。なのでバッテリーの劣化もしづらい。でスタンド機能もあると。なのでこれもかなりいいですね。ホワイトとブラックがあります。ただこれの、まあ、欠点としては 7.5W、まあ、モバイルバッテリーでねマグセーフはだいたい 7.5W になるので 15W 出ないっていうのは注意です。なので若干ね充電速度は遅めですね。でマグセーフアクセサリー使うには普通のケースだとね磁力が弱くなっちゃったりするのでマグセーフ対応のケースが必要なんですけども、そんな中でおすすめなのがトーラスですね。トーラスに関してはマグセーフの磁力っていうのが他のメーカーよりもかなり強めになってます。でいい感じのが4種類あるのでちょっとねこちら紹介していきます。まず1個目、ダイヤモンドマグ。こちらは普通の TPU ケースにマグセーフのやつがついてるっていう感じですね。まあ、ザ定番の TPU なので iPhone のね本体を見せたいとかそういった方はねこちらのダイヤモンドマグ選ぶといいと思います。3111円。でそして2つ目がガーディアンマグですね。こちらに関してはマット加工っていうのがされてます。なので手触りサラサラのが好きな人っていうのはこっちの方がいいかと思います。あとはブラックとブルー、そしてパープルがあるので、まあ、こういったね暗めの iPhone を使ってる方っていうのはこのカラーがおすすめだと思います。でこれに関してはベストセラー1位になってますね。めっちゃ人気なシリーズがガーディアンマグになってます。でそしてこちらがオリジンフィットマグってやつなんですけども、これはねめちゃめちゃ薄いやつになってます。 0.03 インチでマグセーフのリングが入ってるのにもかかわらずだいたい20g 前後でかなり軽めになってるので iPhone 自体を重くしたくないっていう方はこのねオリジンフィットマグがおすすめです。続いてこちらがね最近出たやつなんですけども、 U プロオースタンドになります。こちらなんとですねここのマグセーフの部分っていうのがこんな感じでパカッと開きます。これでスタンドにすることができますね。こんな感じで縦でもいけるし横でもいけます。なのでねいつもスタンドを持ち歩いてる方とかっていうのはこちらのね U プロオースタンド、こちら使ってみるとかなり便利かなと思います。まあ、欠点としてはね40
30g ぐらいあったのでちょっと重めではあります。まあ、ただスタンドを持ち歩くって考えたら全然許容範囲かなと思います。続いてはこちら、どっちかっていうと旅行向けかな。モバイルバッテリーと AC アダプター、まさか別々で持ち歩いてないですよね。それ2つ使ってる方は今すぐこれにしてください。これは AC アダプター、コンセントにつなぐやつとモバイルバッテリーが一体型になってます。容量も 5000mAh だし、何より安い3990円。でこちらに関しては最大電力っていうのを 20W に対応するので、最新の iPhone とかも急速充電できるし、例えばねカフェとかに立ち寄った時にこれをねコンセントに挿しておけばモバイルバッテリー自体も充電できる。で旅行の終わりにねホテルとかに着いたらこれを挿して充電しながら iPhone も充電する。で朝になったらこれぶち抜いて1日モバイルバッテリーとして使えると、超便利で、僕もね今回これいいな、コンパクトでいいなと思って買おうと思ったんですけども、ブラックとブルーしかないのでそこだけちょっとネックですね。モバイルバッテリー迷ってる方はこれかさっきのねベルキンのやつ選んでみるといいと思います。続いてはねこれも便利だ、バネの力で挟むスマホスタンド使ってる人今すぐ捨ててください。もうこれにするべき。こちらに関してはまあ動画で紹介してるんですけども、その動画も概要欄に貼っておきます。なんとですねマグセーフでパチッとくっつけるだけで一瞬で取り付けることができます。こんな感じで寝ながらも使えるし、ここの角度に関しても自由自在なので TikTok 撮るとかそういった時もねここにパチンと貼り付けてそのまま撮れるっていうことで、かなり便利なアームになってます。こちらも30% クーポンが新たに追加されてるので、まあだいたい2000円台で購入することができます。これもね結構生活変わりますね。あ、挟む動作ってめっちゃ無駄だったんだって思います。続いては家でねイヤホン使ってる人、もう今すぐスピーカーにしましょう。サウンドコア3の Bluetooth スピーカー、こちらに関しては IPX7 の防水に対応しているので風呂とかでも使えます。でこちらのサウンドコア3に関しては音質もいいし防水だしめちゃめちゃいいですね。ただ欠点としては有線接続ができないのでそこだけネック。キャンプに連れてってもいいし風呂で使ってもいいし、まあ、部屋で鳴らしてもいいし、いろんな使い方ができます。家でねイヤホンやってるのめちゃめちゃ疲れるし耳にあんま良くないと思うので、家にいるときはスピーカーとか使いましょう。なんか前グレーなかったのにグレー出てます。続いては配線関連タコ足ですね。このタコ足もめちゃめちゃ便利で、もう僕は愛用してます。めっちゃいつも押してますね。これに関しては多分セール終わる前に売り切れますね。毎回売り切れてます。パワーポートストリップ PD3 に関してはまずコンセントが3つあって、その下に USB-A が2つ、そしてパワーデリバリーの USB-C が1つあります。この USB-C に関しては 30W 対応しているので iPad とかも急速充電できますね。なので 1,2,3,4,5,6 6個させるといった感じの電源タップになってます。でこれが2944円。で僕使ってるのはこちらですね、コンセントが6個させるやつ。もうこれをデスクに置いておくだけでコンセントがないって困る心配がなくなります。ただ普通の人だと6口もいらないと思うので、さっきの3口タイプでもいいと思います。続いてね、最近の掃除機事情、ハンディクリーナーに関してはこれ一択です。アンカーユーフィーのホームバッグ H11、 シャオミのね同じようなやつも、最初紹介してたんですけども、あれ壊れました。あとねなんか充電がパワーデリバリー対応するやつとかだと充電できない、なんか 5W とかのやつのアダプターを使わないと充電できないみたいな感じで、まあ、めちゃめちゃ使いづらかったですね。もしかしたら僕のやつが調子悪かっただけかもしれないですけども。あとこういう掃除機ってねゴミすぐ溜まるので週1ぐらいでね掃除っていうかゴミを捨てないといけないんですけども、それがねシャオミのやつめちゃめちゃ詰まってやりづらかった。ただこのアンカーのやつ使ってみたらびっくり、もうこれ外して中のパッキンみたいな外してもうすぐ捨てるだけ、めっちゃ楽。なのでハンディクリーナー迷ってる方はこれ買うべきですね。4490円。これのデメリットもありまして、何かというとまずこの蓋、これつけないと立たないっていう点で、これノズルがついてるんですけども、このノズルつけてるとキャップがつけられないっていう点、そこがデメリットなのと、あと端子がマイクロ USB、 まあそれぐらいですかね。あとあれだ、このノズル部分もなんかめっちゃ外れやすい、だからここを接着剤でくっつけてやろうかっていうぐらい外れやすいので、まあそこだけ注意ですかね。でも音に関しても他のものと比べて静かだし保証もあるし、個人的にはねかなり気に入って使ってます。もう家の掃除機に関してはこれだけ。じゃあ床とかどうやって掃除してるのって思ったらもうこれですよね、ロボット掃除機。床とかはもうロボット掃除機に任せてます。僕使ってるやつはね Amazon で売ってないんで今回紹介できないんですけども、今ねルンバ i7 プラスっていうルンバがなんと半額、ルンバ買おうか迷ってるって方はこれチャンスですね。これもね
割とすぐ売り切れると思います。待ってる方はぜひチェックで、最強のやつ欲しいよっていう方はこれですね。あと水拭き、エコバックスの Dbot X1 ターボ、これレビューしたんですけども、めっちゃすごいよこれ本当に。こういうね、水拭きができるロボット掃除機ってモップ自体が振動したり回転しないものが多くて、それだとねごっそりはね取れないんですけども、こちらに関してはですね、モップがぐるぐる回ります。それで床をしっかりね拭いてくれるのと、なおかつそのね汚く臭くなったモップをこれ本体で自動洗浄してくれます。しかも乾燥もついてる。なので汚いモップをね洗濯機で洗う必要とかなくなるので、これめちゃめちゃいい。もともと 144,800円が 94,120円、高いっちゃ高いんですけれどもね、長く使うっていうのを考えたり、あとはね毎日の床掃除やらなくて済むっていうのを考えたら、もうめちゃめちゃ安いよねっていう感じで、これもおすすめですね。僕もねこれとほぼ似たようなロボット掃除機を使ってます。続いてはちょっとマイクね紹介します。このマイクすごくてですね、なんとこのエルガトウェーブ1っていうのは音割れ防止機能ついてます。歪みなし。僕はね今違うマイク MV7 っていうシュアのマイク使ってるんですけども、こういうね音割れ防止機能があると音割れがねかなりしにくくなるので、まあ、この機能はね必須だと思います。あとは USB-C で手軽に接続できるのでかなり使いやすいですね。マイクに迷ったらこのエルガトウェーブ1もしくはウェーブ3、そしてシュアの MV7 どれか使ってみると間違いないです。コンデンサーマイクなので、これ音の拾いもかなりいい感じですね。続いては Apple 製品いきましょう。今回の Apple 製品の目玉はこちら、10.2インチの iPad 旧世代ですね、最新のやつの1個前のモデル、こちらが5000円引きになってます。 10% オフになってるので買いかな。あとはねタイムセールでポイントアップキャンペーンとかの対象とかにもなってるので、まあそのポイント還元とかを考えたらまあいい選択肢かなと思います。でそして iPad mini 6、これは最新の iPad mini ですね。こっちの方がおすすめかな。 14% オフになってます。でこちらに関してはね結構人気で、パープルとかもう売り切れちゃってますね。で 64GB から売り切れていくので、このカラー欲しいっていうのがある方は早めにね購入処理しておくといいと思います。 AirPods Pro ですね、これ特選タイムセールで 27,620円、普段の価格が3万円ぐらいかな、なので若干安くなってるっていう感じで、27,000円でまあ AirPods Pro 第1世代が買えるって考えたらこっちでもいいかなと思います。第2世代はね4万円ぐらいしちゃうので、1でもね全然満足できるぐらい完成度高いので、これ買ってみてもいいのかなと思います。ということでですね、今回は便利グッズにねフォーカスを合わせて紹介してみました。他にもねモニターのおすすめとか、ワイヤレスイヤホンのおすすめとか、そういったのもねバンバン動画化していくし、生放送でもいろいろ探してみるので、ぜひチャンネル登録して横側のベルマークボタン、通知すべて受け取れるようにしてください。あとグッドボタンもよろしく。ぜひね皆様今回紹介した便利グッズ買って便利な暮らしやってみてください。以上、バイバイ。